姿より数は、元競輪選手、宮城県出身。日本競輪学校第36期卒業。現役時は、日本競輪選手会宮城支部所属。ホームバンクは、宮城自転車競技場。現役時代のニックネームは、超音速旅客機にちなんでコンゴルド。長男、和弘は、競輪選手、長女、よしこは、元競輪選手、次女、香里は、 岩木平経輪イメージアップサポーター。また、弟、秋人は、元経輪選手、老いにあたるその息子、一同と、健人氏は共に、経輪選手である。宮城県農業高等学校の頃から自転車競技を、始めた。同校卒業後、農業に従事する予定だったが、安倍道の勧めにより、日本大学短期大学部を経て、経輪学校へ、 第36期生として入学。同期には松村信貞がいる。デビュー戦は1975年11月1日の青森競輪場で初勝利も同日。また、この開催において完全優勝も果たす。1976年イタリアレッジで開催された世界自転車選手権プロスクラッチの3位決定戦で中野孝一をストレートで下し銅メダル。 1977年、ベネズエラサン・クリストバルで開催された世界選手権のプロスクラッチ決勝で中野光一に敗れたものの銀メダル獲得。同年の競輪祭全日本新人王戦において、競輪学校35期ナンバーワンの松田隆文らを破り優勝した。1983年、第26回オールスター競輪決勝において逃げる動打招致の後で、 滝沢正光と中野光一が競りとなり、姿は滝沢の番手でレースを進めていたが、最終バックでめくりを仕掛けてきた中野の後ろに切り替えてその番手に入り込み、直線で中野を刺して特別競輪を制覇した。その後、長い間トップクラスの S 級に位置し、選手生活の晩年も永久で活躍し続けていたが、2011年11月に順次元である。 岩木平競輪場での開催で引退することを発表し、同開催の最終日となる30日の第 4RA 級チャレンジ選抜で3着となった後、引退セレモニーが行われ、36年の現役にピリオドを打った。2011年12月13日、選手登録削除。通算戦績2633戦584勝。引退後は、長女。 よしこのブログで自宅で飼い猫とまったりしている姿が取り上げられたりしている。ありがとうございます。